みなさんこんにちはラクタビ若村です本日は6月の29日月曜日午後3時になりましたほぼほぼ毎日配信ラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ今日もスタートしたいと思います拍手さあ今日はラクタビ京町屋のお茶室に付属するお庭路地の方からお届けしています 今日はちょうど梅雨の晴れ間、まあ、晴れ間と言いましてもうっすらと雲が出ておりまして、えー、京都は柔らかな日差しになっています。ですから今日はお庭でできるかな、気温もねまずまずちょっと今落ち着いていますので、暑いとさすがにこれお庭からお届けするのは大変なんですけれども、今日は行けるかなと思ってたんですが、どうもね先ほどから太陽がちょっと強めに、 強い日差しを京都に照りつけているそんな時間帯もありますのでもしかしたらこのあとさんさんと太陽が照って私がますます黒くなっていく日焼けが進んでいくというような時もあるかもしれませんけれどもき、まあ、今日はです、ね、せっかくのこの路地となりますのでちょっと今、苔の方にゴザを引いてちょっと小さな椅子に座っておりますけれども苔を傷めないようにえこのお庭の方からお届けしたいと思います。 さあ昨日は夜の7時からお届けしまして、えー、反対側の洗剤をライトアップして皆さんにはこの今日ちょっと旅を楽しんでいただきました昨日はもう熱が入りすぎまして宝蔵院という満腹寺の達中この1箇所だけで40分ぐらい昨日ライブ配信をお届けしてしまいました多分ね皆さんからしたら何回も弾けば 当たりくじが出る可能性が高くなりますから、引いて引いてという方がいらっしゃったかもしれません。そこでもう今日は、もう早速、旅くじの方に入りまして、まあ時間いっぱいできたら、3つぐらい引いてみたいと思いますので、今日は当たりくじが出る可能性も高くなるかなと思います。ぜひお楽しみに、今日も今日ちょっと旅へ、どこかのお寺神社へと皆さんにトークで旅をしていただきたいと思います。 本来であれば皆さんと直接お会いをして、講座ツアーで魅力をお届けするんですが、なかなか今お会いする機会が少なくなりましたので、このオンラインを使いまして、Facebook では午後の3時からのこのライブ配信、見逃したという方は、YouTube、Instagram にもアップしておりますので、過去も振り返ってぜひご覧をいただきたいと思います。さあ、それでは、旅くじを引くくじ取り式に臨みたいと思います。 さて今日はどんな話題が飛び出すでしょうかいきますまずはこの箱の中にたくさん入っている旅くじを引くくじ取引ですどのお寺神社が出るでしょうか当たりを出ろこちらさあこちらを一つ目の旅くじとしてみたいと思いますそれでは続きましてくじ改めです まずは私が皆さんに見えないように確認をして1つ、2つ、3つとヒントを出していきますのであそこのお寺かなあそこの神社じゃないかな分かった方はコメント欄に神社名、お寺名を入れていただきましてその名前を当ててみてください。それででではいきます。改めです。改めさあ、どこが出るでしょうか。おほほほ,ほ 大きなお寺が出ました世界遺産ですもうこの旅くじでも幾度か世界遺産のお寺神社が出てきています皆さん京都に世界遺産いくつあるかわかりますかそう全部で17箇所ですこと京都の文化遺産として17箇所が今認定されているわけなんですまあ、その他祇園祭など無形文化遺産ですとか和食 和食も世界遺産に登録されましたのでいろんなカテゴリーで今日本の素晴らしい文化財が登録をされておりますが京都の古都京都ということでは17箇所なんですその中のお寺の一つで宗派としては神言宗です今から1200年前に創建された京都の真言密教 根本的な道場の一つで、もうこの辺りですぐ分かりそうですが、正式名称、京王五国寺と言います。さあもう皆さん分かりましたかそう、一つ目のトークテーマはこちら。東寺です。東の寺と書いて東寺ということはもう一方、西の寺と書いて西寺。 東と西に分かれかつて1200年前に京都にできた平安京の都の正門にあたる羅城門の東と西に2つの公の寺官の寺官寺ができまして東と西で仏法の力で都全体を守っていったんですそういうことから仏教の力で国を守るお寺ということで 教える王と書いて教王教王五国寺と呼ばれ間もなく神言宗を開きました皇房大使空会に宮古天皇から下げ渡されて皇房大使空会が大きな神言密教の根本道場として発展をさせていったということなんです以降今も1200年の歴史を受け継ぐお寺がこの当時というお寺でその敷地境内は 1200年前から変わることなく建物は何度も火災やもちろん応仁の乱闘でも焼けておりましてその度に順次再建され時の権力者が多大なる寄進を持って再建を手がけていったということですそれだけ京の都にとっては重要なお寺でありまして弘法大師空海が開いたお寺として弘法信仰 弘法信仰の中心のお寺としても、今毎月21日に公募市が開かれるなど、多くの人が手を合わし、弘法大師に。過ぎゆく季節への感謝と、これから迎える季節への願いを持って参詣をされているというお寺なんです。また、あの仏像が好きな人なんかはね。行動の中には立体曼荼羅という21体の仏様を並べ。 立体的に仏の世界を表した空間立体曼荼羅という我が国の密教美術の宝庫と呼ばれる当時ならではの荘厳なる仏の世界が今現存しているわけなんですさあこのね当時長い歴史がありますからねその中でねいろんな名前が加わっていきまして先ほど正式名称は 教王五国寺と言いましたね。教王五国寺せっかくなんでちょっと書いておきましょうか。仏教の力で国を守るということで、1200年前に国の寺ですから、漢の寺、漢字と言いまして、こうして仏教の力で国を守るということで、教王五国寺と、 いうわけなんですが実はね長い歴史の中でいろんな信仰いろんな名前いろんな仏様が由来してますから長い名前がね現在伝わっているんですよ。これね今から言いますからもし皆さん1回で今から言う当時に伝わるいろんな名前があるんですがその中で最も長いとされる名前の一つを「 今から言いますので、一発で覚えることができたら、皆さんは工房大師空海に並ぶ天才です。行きますよ。秘密伝法院、魅禄八幡山、不厳総寺院、金光明四天皇、教王五国寺。<laughs> というのがね、一番長い名前の一つなんです。覚えましたか言えますか 聞こえませんね「秘密伝法院未六八幡さん普賢僧寺院金光明四天王京王五穀寺」これが1,200年の歴史を受け継ぐこの当時が長い年月でいろんな仏様いろんな信仰が加わって長く長く,長く名前がつながって秘密伝法院未六八幡さん普賢僧寺院金光明四天王京王五穀寺と呼ばれるような名前が 受けれれるよようにもなったんですよこれね通称名「当時この名前があってよかったなと思いますねなかったらもうこれ「今日は21日公房さんの日だから秘密伝法院三六八幡ん不元宗人金光明四天王今日ご国人寺に行ってきます」って言わないといけませんからもうこんな大変なことありませんから「当時という、まあ、そういう通称名があってよかったかなということなんですね。 まあこの当時はね喋り始めたらこれもまた2泊3日ぐらいの合宿になりますからまあ大きな歴史を秘めただけにあってたくさんの物語がありますけれどもそうですねぜひ皆さんはね毎月21日の工房市工房さんの縁日がありますのでねその日に屋台の露店なども楽しみながら境内をゆっくりと散策をいただいてもいいかなと思うんです。よ工房さんは 6月の15日生まれの亡くなったのが3月の21日とされますつまり21亡くなった3月の21日にちなみ21日が縁の日縁日として多くの皆さんが集うということなんです特に1年で一番にぎわうのが1年最後の工房市12月の21日に姉妹工房と呼ばれましてたくさんの皆さんが 今年の無事に感謝をしまたこれからもう10日後にやってくる新年新たな年の小福息祭を願って当氏を訪ねていくということなんです。で最近はねその21日に行きますと有料配管のちょっと北側に御朱印をいただくことができる食堂と書いて直道 道というお堂があってねその中で御朱印をいただいたりできるんですが21日の工房さんの日に行きますと直道の周りにずらりと掛け軸が下がりましてねその数、なんと88そう四国お遍路さん88箇所巡礼の各お寺のご本尊の掛け軸が掛けられてお祭銭箱、お札入れそしてその各霊場の砂 お砂が足元にあって、それを踏んで、祈願することによって1礼状目の参拝、隣50センチで2礼状目、隣50センチで3礼状目、ぐるっと1時間弱で四国お遍路様、88箇所巡礼ができるようになりますから、公募市の日にぜひ直道の方で、その代理参拝という形の第3での そのお砂踏みをやっていただきましてね皆さんの願いを四国へとお届けいただいたらと思いますこのねお寺行きましたらね私ね必ず立ち寄るお店があって杜寺さんの東門出たすぐ北側にもう名前もそのまま杜氏餅というお店和菓子屋さんがあるんですそのお店の杜氏餅もう看板商品が大好きで柔らかい牛脂に 程よい甘さのあんこがあって、牛皮が伸びて、柔らかいお餅でそのあんこを包んでいるんです、ゴルフボール台ぐらいの、ね、これぐらいのお餅なんですけれども、この湯治餅が一番大好きでね、よくよくお客様の皆さんと一緒にね、この通りさんの観光なんか行った後には散策で行ってますので、ぜひ皆さんもね、湯治餅ですとか、もうちょっと大宮通りを鍛えきますと、 七条通りとの交差点に笹谷いおりさん、ここのどら焼き、これが21日の工房市の時前後3日間だけ限定販売されるどら焼きが名物なんです。どら焼きというと皆さん、円盤状のどら焼き、これを想像すると思いますが、本場のどら焼きは違いますよ。かつて 当時のお坊さんが小腹が空いたときに食べる何かがないかということでご相談をされまして笹谷,笹谷いおりさんのねかつてのご主人様が鉄板の上に生地を流してあんこを棒状のあんこを乗せてくるくるっとその鉄板の上で焼けた皮を巻いたんですそういう形でどら焼きというのを作りました。鉄板は つまりお寺でジャーンと鳴らすドラドラのような鉄板で焼いたことからドラ焼きといいましてこれが本場の本当のドラ焼きの1つなんですですからぜひね笹谷ゆりさんで21日の前後3日間だけの限定になりますので事前予約も確かできたと思いますのでその予約のもとでお買い求めをいただきたいと思います切ると 普通のどら焼きだとねこうカステラ生地みたいなものでねあんこを挟んでいるこう円盤状のものですがもうこのどら焼きはこう巻いたものですから切るとこうバームクーヘンのようにね薄皮が周りを囲んで真ん中にあんこが入ってるんです大変おいしいどら焼きになりますのでぜひ一度食べたことないという方はご賞味をいただきたいと思いますそれでは一つ目のトークテーマ 覚えましたお寺秘密伝法院魅力八幡さん普賢宗人金光明四天皇京王五穀寺であったということなんです、はい、さあ二つ目の特定も決めます九字取引ですさあなんとか今日は三ついきますよさあ行きますこちら重なってますねこれだ、はい、さあそれでは九字改めですまずは 私の方が確認をして。一つ、二つ、三つとヒントを出したいと思います。くじ改めですお。今ちょうど。明日、六月の三十日は名護市の払い。血の輪が出ている神社ですね。この神社。多分血の輪が出るのが。 京都でも随一の速さ。え、もう出てる。という形で、確かね、5月の下旬とか、6月に入ったらもう、立派な血の輪が神社に出ています。で、場所は、西寄りです。で、これね、最寄りの駅名を言うとね、分かってしまいます。なぜなら、この神社の名前が、 駅名にもななっているからなんでですす西の方ですちなみにその電車というのは蘭電四条宮から嵐山に向かう嵐山本線にこの神社の名前が駅名にも見られるということなんですまあ確かにね蘭電はお寺神社名がそのまま駅名になっているところが多いんですよ。神社の方がなっているんです今から 700年ほど前の鎌倉時代に後佐賀天皇が嵐山に船遊びに向かう途中その辺り一帯で天皇様が乗った御車の車軸が折れたといいましてそこから神様の力を感じその名称がやってきたんですさあ皆さんわかりましたか これね知らない方は開けると読み方もちょっと難しいですそう二つ目はこちら読み方わかりますかそうです車崎神社車崎神社と言います車が折れると書いてねこれで車崎と読むんですよでこのなぜこういう名称がついたかと言いますと先ほど言いましたように 今から700年ほど前の鎌倉時代第88代の天皇でありました五嵯峨天皇が嵐山といえば天下の名将船遊びに向かう途中今でいう三条通りを西へ西へと向かう中で突如その高貴な方が乗る御車の車軸が折れたといいましてそこからこれは 神様がおわすに違いないということでその目には見えぬが大いなる力に「車が折れる」と書いて「車崎」「車崎神社」と崇めましてそのお社が創建されたということなんです。それ以来多くの皆さんが参拝する神社となってますが今ね この神社が何で大変人気かと言いますとね、修学旅行で言えばなんと言っても芸能神社というのがあるんですよ。雨のうずめの御事などを祀る踊り、芸能の神様がいらっしゃることから、また京都の西にあたりますので、渦政など映画村もあって昔から、映画産業が盛んで多くの俳優女優の皆さんが、 芸が上手に上達しますようにと願ってこの車崎神社の中にある芸能神社という神社にご参拝を重ねましたので今もアーティストの方ですとか芸能界の皆さんが足しげく通うという神社なんですそこからその芸能界の皆さんのお名前が神社で見られますので多くの修学旅行生がねえ詰めかけるという神社でもあるんです。今まだね修学旅行が ようやくこれから戻ってくると思いますがね、これからまたこの車崎神社もにぎわってくるんじゃないかなと思ってるんですね。で、ここはあの、そういうね、駅のすぐ北側が蘭ンデの駅なんですよ。車崎駅があってね、駅降りて徒歩3歩で神社です。もう道をまたぐだけなので、1、2、3歩。 ホップステップジャンプで神社の境内に入ることができるんですがあのランデンがある方は裏側の北口でやはり神社は神様の太陽の動く南の方をね神様は向かれますので北側が裏で南が正門ですからやはり南側の三条通りこちらの方がかつての京の都と嵐山を結ぶという古い街道でありましてそこに 今もう鳥居があって表参道となっているんですですからまたね多くの方は北側の南電側からしか入ったことがない方が多いかもしれませんけれども南側の正門の方からね次回はご参詣いただいたらと思います二月の中旬ぐらいにねあの川津桜一足先に咲いて人々の顔をほころばすあの川津桜関東伊豆の方が有名ですけれども 京都で河津桜が大変見られる場所の一つとしてこの車崎神社もね早春の季節2月ぐらいに大変にぎわってくる神社でもあります、はい、さあもう一個行きましょうまだ行きます当たりが出ませんねすごいですね陶寺さんが出て車崎神社が出て今お寺神社と非常にバランスよくしかも世界三級と 皆さんからの信仰に厚い神社といいバランスで今日出てます初ですかこのライブ配信で3つのくじを引くのはさあ3つ目はどうでしょうかいきますあたり出ろあこれこれこちらいきますそれではくじ改めです何が出るでしょうかさあどうでしょうおなんか長いな おやばい、時間内に終わりますかね。またまた大きな神社です。血の輪が出てますね、今。でもうこれ、何を言ったらいいかな、何を言っても皆さんわかりそうで怖いですね、ちょっと。そうですね、お母様は、万氏。 と呼ばれれる名門のののの貴族の出ですすその方の息子がお祭りされていますもうこれでも分かっている方多分結構いらっしゃると思いますね、あのー、この神社行きますと1の鳥居をくぐり2の鳥居の手前側左に「友氏社」という「万氏」「人弁に藩」と書く半分の藩です「万という「友氏社」というお社があって この神社の御祭神のお母様がお祭りをされてるんです。万死という名門の貴族の出身なんです。で、さらに奥に行きますと、そうですね。もう分かりやすい品と、いろいろ行きますとね、牛がたくさん。お守りをしています。撫でて、撫でると、頭が良くなるとか。そう、学問の神様として、崇められています。 あ、すごいですね今日一つ目が21日の工房さんであれば京都二大園日こちらです毎月25日に天神さんが開かれるという神社になりますさあ皆さんもう分かりましたねすごい繋がりが出ましたねそう北の天満宮です 北野天満宮、いや、出ましたね、大きな神社が。これ、よく今日う、杜さんとこの北野天満宮を引いて30分で収めようとしてますね。絶対普通でしたら、普通の、ね、座学の、京都学の講座だったら全く無理ですね、これね。<laughs> ということで、まあ、これ、北野天満宮です。今から年前平安の都で 右大臣として活躍をした菅原の道田公代々学問肌の関家という名門に生まれたその道田根公は右大臣にまで出世を重ねます当時の第59代宇田天皇や第60代第5天皇から重く徴用されますが時の左大臣藤原の時平が菅原一族ではないあ藤原一族ではない 道真が台頭してきましたので、これは政治的には危険だということで、その道真を失脚させるために、時の醍醐天皇にあることないことを告げ口をしまして、こうして道真公、荒ぬ疑いで失脚、九州へ流されて悲劇の死を遂げたんです。以来、京都では天変地異が相次ぎまして、 大きな雨が降り、洪水が起こり、雷が落ち、火災が起こり、京都はたびたびの災いに見舞われまして、これはもう道真公の怨念に違いない。ということで、その荒ぶる魂を神様として祭り、北の後に神社ができたと言われているんです。こうして北の天満宮、 空の神天神さんの話をすると風が一筋、吹きましたね、今ね、見ておられます、この道真公の荒ぶる魂を鎮めるために、北の天満宮が創建されたという歴史があって、この天満宮という名称ですが、道真公の怒りが天に満ちたということから、天に満ちたと書いて、天満。 天満宮と言いますので、これ正確には道だね。こう天の神様になって、自在に雷を地上に落として自らを貶めた。貴族たちに雷を落として。焼き殺すという大事件が起こったんです。また。一筋の風が吹き抜けました。もう立たなくなりましたね。 とということで実はその神様となって以降の正式の名前は「天満」と書いてこれ正式には「空密」と呼んで「空密大自在天神」というのがこの道真公の神様としてのお名前でありましてまさに自在に雷を落とした天の神。 道弘を鎮めるということで空見つ大自在天神とととしててめられていったといたうことなんです実はあの北野天満宮はもともと前身があって一般的に言う産神「鵜舟神土地の神様」として北野の地に「北の神社」という神社があってそこに「天神地義」「八百万神」といいまして「天の神地の神」全ての神を祀る地主者 という社が今もあるんですそのお社の横に後から道真公が合わせ祀られたと考えられておりますので皆さん北の天満宮参詣しますとまっすぐ参道が続く中で途中楼門という門をくぐった時に左右と少し道が曲がっているんです。そうして 三ののの学問の神様の御本殿があるんですでもこれ曲がらずにいくと実は北野天満宮の境内の一番奥に地主社と呼ばれる北野天満宮よりも古い北の神社時代の神様が一番奥にやっぱり境内の真ん中の奥にいらっしゃるんですおそらくそういう境内の形からすると天の神地の神を祭り北野の辺りに住んでいる人々が自分たちの土地の 五穀豊穣などを願って天の神々を祀ったことに始まっていると思うんですそれが後に政治の争いで怨霊となって怒りを持って天に上りました道こうもあがめなければ雷が落ちますからそれをあがめるためにこの神社ができたのではないかと推定されているんですということでこの 北の神社北の天満宮ということでねいろんなお社が境内にありますからその小さなお社もねいろいろこう巡っていただくといいのかなと思います、はい、ここもねお話をしだすともう天神信仰というね今日すごいですね弘法信仰と天神信仰というねこれ一個一個で2時間3時間ぐらいのね講義ができますからそれを今ギューッとこう圧縮して、まあ、お届けしたわけですけれども 二大縁日、それに挟まれて今日、<laughs> 車崎神社さんがね、挟まれてしまいましたけれども、えー、こういう形で今日、3つのトークテーマをお届けしました。ほぼほぼ毎日配信、楽旅通信、ライブ版ということで、なんとか日差しもそれほど強くなく、無事に終わりそうです。はい、ということで今日は、 ここまでとなります当たりは出なかったですねすいませんはい。それでは最後の締めくくりは合言葉ですきっともっと京都を好きになるこの好きになるという時に手にハートマークで大合唱をいただきまして元気をチャージしたいと思いますそれでは行きますきっともっと と京都を好きになるということで、今日も午後3時からお届けしました「らくたび通信ライブ版」、明日は私たちらくたびのお昼間、私がご案内する名市の祓い、八坂神社、そして法然上人を祀る治療院に参りますので、お昼間ではなく、また、 夜の7時にお会いしたいと思います明日は夜7時からのお届けですありがとうございました名護市の払い明日一緒に行く方はまだ受付大丈夫です楽旅の方までご連絡ください明日イヤホンガイドで距離を取りながらもしっかりとご案内しますさあではポチッと消したいと思います最後はもう一度すッ と須藤を締めておしまいにしたいと思います。